国際ビジネス学科のチャン・ティ・ホン・ニュンさんです。チャン・ティ・ホン・ニュンさんをご紹介します。入学決定後、コロナの流行により、ベトドムからの入国が足止めになって2年。1年目は休学してコロナが落ち着くのを待ちましたが、2年目の今年度はオンラインで授業に参加。オンラインでありながら欠席することもなく、テストや課題は ほぼ全てクラストップの成績です日本語力も高く入学前に N2 を取得しており入国でき日本語能力試験を受験できていたら N1 に合格する力を持っていますさらにコミュニケーション力やリーダーシップもありグループ活動においてもベトナムからのリモートで他のメンバーをまとめ引っ張ってくれています。 一刻も早い入国を望んでおり、入国した折にはさらに力をつけて、将来は香川県で活躍する人材になると期待しています。ベトナム現地からのオンラインでのプレゼンテーションとなります。皆さんこんにちは。私は専門学校アンナブキビジネスカレッ国際美術学科のチャンティ・ホン・ヨンと申します。よろしくお願いいたします。 現在コロナの影響で日本へ行けなくベトナムからオンラインで授業に参加しておりますベトナムは日本より2時間遅れていることになりますので毎朝早く起きますし時々授業に、えー、インターネットに接続できなくなるのもありますオンラインで勉強するのは難しく大変ですけれども 先生たちとクラスメトの皆さんがそばで応援してくれています。それで私が自分に何度も諦めないで頑張りなさいと言っていました。私の出身はベトナムのハイズンというところです。ハノイから離れて車で1時間30分ぐらいかかります。この写真を見るとハイズンの入り口です。 ハイジョンで有名な場所はコンソンキュッパーというところです。歴、え、史、ー、的で人類の考えと偉大な国防上自身について若い世代を記憶する場所です。次ましては中ロ統計品です。ベトナム伝統的な動品で13世紀から18世紀の間に経平され開発されました。 現在、名古屋にある徳川美術館でも電子されている,ているようです。配れで有名な食べ物は、まず豆から作ったバインのサインです。それと、日本の餅に似ているバインガイです。最後は、日本のスーパーで売られている、えー、小林くて甘い果物はライチです。ぜひ一度食べてみてください。日本に来た理由は、 私が中学生の頃から、ナルト、ワンビスといった日本の漫画を読んで初めての日本という国を知りました。日本という国を知った私は一度でいいので、日本へ行ってみたいとずっと思ったからです。好きな授業は、流通マネジメントという授業です。なぜかというと、商品に対する需要があることを確かめてから、 えー、用具側の生産が始まります。このような商品の生産から販売までの一連の流れを構築し、えー、持続可能な循環システムにするために、えー、広報、マーケティング活動などを含めて幅広く戦略的に学ぶことができるからです。将来の目標は、一つ目、 コロナの影響でベトナムでの試験が延長されているので、なかなか受験できなく、卒業までに日本語能力試験 NH と TOEIC 公開テスト750点を取ろうと思っております。二つ目は、私が実習生をはじめ、外国人の力になりたいです。なぜかというと、私がまだ実習生として日本へ来たばかりの頃は、 仕事、生活で困った時に、ベトナム語の中学者がいろいろ助けてくれたことに今でも感謝しているからです。それで、これまでの土方経験を生かして、日本、外国人の皆さんをサポートし、企業の事業にも貢献し、私自身も大きく成長できるのではないかと考えております。3つ目は、5年後には、 これまでの仕事で、優れたメンターや上司に恵まれましたので、私も同じように、周りの人にアドバイスし、リーダーとしての役割を果たすことができればと思います。自分が情熱を向けているプロジェクトを支給する役割を果たしたいと願っております。 自分の取り組みと企業の大きな目標がつながることは自分にとってモチベーションであり、えー、そのための経験を積めるのを楽しみにしております。外国人なので就職のために必要なことはこのような3つのことだと思います。1つ目は日本語能力。2つ目はコミュニケーション能力。 三つ目は仕事に必要な資摘です。この度優秀生に選ばれていただき大変嬉しく思います。誠にありがとうございます。えー、この優秀賞を受賞できましたのは私一人の力ではなくこれまでに私を指導して育ててくださった先生たちをはじめ先輩の皆さんとあー日々支えてくださった クラスメットの皆さんのおかげと実感しております。今後とも皆さんの期待にその添えますよう、お力添えをいただきながら、えー、より一生頑張ってまいります。はい、これで私の発表でした。ご清聴ありがとうございました。